When I hear your love, I'm every, every day when it feels so good. I will kiss for you, please don't let go. I'm every, every night if you want me to hold on. When I hear your love, I'm every, every day when it feels so good.君は英雄だ。絆で結ばれた仲、ずるいな。イツキ、ジオス、なんでこんなことをしたの。イツキ、おとら、クレハ、僕は違う。イツキさんは罪を償いなさい。ごめん。この死を…ずっと持っていてくれてたんだね。魔王の企みは大失敗だ。本当なら今頃仲間に見捨てられ、人間不信に陥った君を僕だけのものにしていたはずなのに。騙されたことを怒っているのかい？そうだね、君はそういう人だ。なぜ撃たないんだい？まあ僕もナーブギアを装着しているんだけどね。君が引き金を引けば僕は死ぬ。君に
人が殺せるかな。なんてね。冗談だよ。魔王を倒すのは英雄の務めだ。それが果たせないなら、僕が。重大違反を確認。GM 権限を停止します。まもなく本システムは全機能を緊急停止します。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。時間切れか。繰り返します。まもなく本システムは全機能を緊急停止します。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。また会いに行くよ。仮想世界か現実世界なのかは分からないけど、だってまだ聞いてないからさ、君が仮想世界に来た理由を。おめでとう。実に見事な勝利だった。改めて賞賛を贈ろう。クリアおめでとう、勇敢なる者たちよ。前に言っていた政府関連の知り合い、油断できないやつでさ、俺から話さす。まず君たちを脅迫したデスガンだけど、パイソン、デスガンのアバター名はステレベン。そもそもデスガンという名前のアバター名ではないんだよ。迂闊でしたわ、そのパイソンが。まったく、まさか。まあゼリスカーはもう知っているか。ええ、ザスカーの社員、しかも私の上司だもの。全く好意も敬意も持てない人だったけど、ザ・シードを悪用し、デスゲームを再び行おうとするなんて。パイソンはイツキに手を貸し、プレイヤーのアカウント停止など、ザスカーの権限を使っていたらしい。じゃあ、打ち上げの時のあれも？と、残念ながらその通りよ。パイソンはイツキに心酔していたようだ。警察の取り調べに対し、イツキのす、でも、肝心のイツキはどこにいるのかすらわからない。アルファルドのメンバーたちを調べてみても、いや、みんな聞いている情報が少し、住んでいる場所、職業。何それ？じゃあ、手がかりは？アクセス履歴から探っているらしいんだけど。最初から、ジジイを。そういうことになるね。クレハとツェリスカのものは偽物だって。はぁ？なぜ？研究施設から盗まれたのは、誰に偽物を送るかについて、パイソンが預かった包みは君のものだけ。私たちは、嘘の。残りの本物は、機構課か警察の威信にかけて、正解はイツキに聞かないとわからないな。おそらくイツキには、現実世界でも機構課は徹底的に洗い出すと言っていたよ。俺からの報告は以上だ。また、まあ、そうだ。落ち着いたらうちに。なんと、そうね。どうしたのですか？違うって。やったーって感じ。腹黒だとは思っていたけど、しかも、人のことを。それは、けど、信じられない。正確に言えば、試そうとした。そんな風にくよくよ思っていたら、私は絶対に許さない。それでも、どんな理由があっても。強いなぁ、ゼリスカさんって。私だって、自分のため、イツキさんも何かあったんだろうなって。で、この中の誰かが殺されていたら、あんたはどうなの？そうだよね。まだ、イツキさんはあんたを。
だけどさ、悩むのもいいけど、みんな無事でよかった。ええ、クレアちゃんの言うと、一人でもあの場に来なければ。それにユイちゃんがレイちゃんを探していな、もちろん割り切れないものは。そういえばアスナちゃんたちが。そうです、みんなで行きましょう。じゃあ私たちは先に行ってるね。マスター、わかりました。お、来た来た。ま、主役さんはこちらでーす。すごいです。おーい、主役。キリトと私も主役。はい、別名、一人でか。それ言ってたの絶対に。待て、俺も説教なの。私たちもお説教か。そうね。それにキリトくんたちが助けに来てくれなければ、今こうやって、みな、ま、腹はくくっておく。シノ、かっこいいけど。さあ、主役も揃ったことだし、始めま、頑張ったね、みんな。最後の、情報が全くない状態でのボス。そりゃそうだよ。仲間の命が、デスガンとキリト君たちの戦いも、見ていてほん、モニター越しで助けに行けないのって、思っただけど、みんな根っこでは信じていたよね。そうかも。だってキリト君、あなたもね、なんか信頼です。はい、プレミアさんの表現。よーし、お祝いにお姉さん。ふう、じゃあ僕もおめでとう。苦しい。二人とも STR 高いからな。アファシスちゃん、よく俺様のところに帰ってきたな。帰ってないです。お前さんたちもよくやったな。けどよ、俺様には相談してくれてもよかったじゃねえか。ああ、その発想はなかったかも。でも助けに来てくれてありがとう。当たり前だよ。仲間がピンチの時に駆けつけねえのは男じゃねえからな。なっ、俺様のセリフを取るんじゃねえ。まあまあ、おめでとうさん。いろいろ考えることはあるだろうけどよ、今はパーッと楽しもうぜ。たまにはいいこと言うじゃない。楽しめるときは楽しむに限るわ。そうですね、生きていること。コングラチュエーション。まだまだ次の、ん、大変そうだ。攻略というものはそういうも、ああ、いいガッツだ。ありがとう。みんな楽しんでる？飲み物は？あ、アスナ！今日は一日たっぷり盛り上がって。キリト君、シノン、あなたたちも。お帰りなさい。ただいま。本当よ、いくらキリト君と気が合うからって、そんなところまで似なくていいんですからね。なあ、アスナ、今回俺ちゃんと相談しただろ。聞いてません。デスガンと直接対決するなんて。それはやむを得ない事情があったって言ったじゃないか。俺だってまさかあんなことになるとは。気にしなくていいですよ、ママはパパや皆さんが無事で。わかってるって。アスナの、アスナちゃんの相手はキリ。あのさ、改めて乾杯し、とても小さな偽りもあるって。その時あなたたちがそばにいて、おめでとうです、マスター。了解。
じゃあ、標的はまだ見えないって。俺たちはランキングに乗っているメンバーが多いから、自分たちを餌にする発想はなかったな。どんなパーティーが来るかだ。だいぶ元気になったみたいだ。君たちの恐怖やショックは、仲間を失ったこともある。デスガンを追う中で。だからさ、君はずっと何かを悩んでいるみたいだけど、本当に強くなったな。その答えを出すのはとても難しいな。それが弱、多分イツキは弱い人だったんだろうな。デスガン事件の犯人の一人、進化は教授に似て、彼は強さを追い求め、シノンにその理想を重ねていた。イツキもきっと君に何かを重ねていたのだろうね。パパ、ターゲットを発見してギルさんたちの前方に敵。すっかり囲まれてるってこと？大丈夫？問題ない。殺したって死なないメンバーだからな。シノンたちの準備は？とっくに完了しているわ。いつでもどうぞ。お出ましみたいよ。こちらからご挨拶しちゃいましょうか。ええ、挨拶は大きくが基本よね。あそこだ。あとはよろしくね。あんたたちの相手はこっち。クレハ、奇襲だ。鬼ごっこしたいなら遊んであげるけど。どっちが鬼かはお楽しみってな。ではスタートですよ。派手に行くわよ。各チーム敵に追われています。そちらはいかがですか？こちらもまんまと追われていたのです。用意は全て完了しています。了解です。ではあとは捕まらずに逃げ回ってください。道を間違えました。おーい、こっちこっち。このもう袋のネズミだぜ。ちょこまか逃げ回りやがって。行くぜ、相棒。